みんな、こいつはオオカミ、いや兵馬か。走ってきたらすぐに攻撃が来るぞ。さあ行くぞ、瞬撃。これでどうだ。天狼派行くぞ、瞬撃一刀両断。巻き上げ天狼派。いきなり兵馬に出会うなんてついてない。妙だな、偶然だといいんだな。もしかして俺が見えてるの分かって寄ってきてる。どうだろう、まだ断定できない。気を引き締めていこう。天狼派ケチラ、逃がさない一刀両断。巻き上げ瞬撃、これでどうだ。防御に努め。了解、天狼派行くぞ。瞬撃負けるか。負けられない、終われない、終われない。まだだ、おお、まだだ、まだだ。大丈夫か、みんな。この身を守る。天狼派逃がさない一刀両断。巻き上げ天地へ中攻撃やられてる。大丈夫か、みんな。天狼派これどうだ。まだ畳みかけろ、癒しの力よ。さあ行くぞ、逃がさない。なんとか追い払えたか。やっぱり偶然じゃない、明らかに俺たちに寄ってきてる。見えた、湖だ。大きな町がある、行ってみよう。ミクリオ、ヘビか。攻撃の場合に気をつけろ。手足ないのに動けるってすごいな。巻き上げ行くぞ、逃がさない。これどうだ。天狼は遠隔で、まだだ。今がコーチだ、かっけー。これは大丈夫か、スレ。なんか下界に来たんだって実感してきたな。あっちこっちに目移りして道に迷わないように。ははは、地図があるから大丈夫なのだよ。ああ、天意見聞録に載っていたっけ。ただ古い地図だから自分で書き足して使わないとだけど。行くぞ、ミクリオ。はっ、行くぞ。天月輪瞬撃、これでどうだ。次は誰だい。カーリッ、はっ、集まり畳みかけろ。戦略で弱かったよ。やるな、巻き上げ瞬撃。そういう話で、スリーフロー巻き上げ、はっ、巻き上げ。大丈夫か、スレイ。何か揉めてるな。
本当だ、馬車が止まってる。クリオも撫でてみたら。犬、こういう動物は僕らの存在を感じていて苦手だ。あたしらは赤霊の羽。俺が隊長のエギーユ、その子はロゼだ。よろしくな。俺はスレイ、よろしく。今度はちゃんと自己紹介したね。うせえ。あ、キャラバン隊ってことは旅してるの？そう、世界を股にかけてんだ。へえ。俺たちは通商条約に守られている。だからどの町も基本フリーパスだ。密売とか持ちかけてくる変なのもいるけど、あたしらは信用第一。やばい仕事をこなす同業者もいるが、俺たちは俺たちのやり方でやる。それがあたしたちのプライドってやつ。これが人間の証拠ってやつか。そうなんだ、なるほどな。しばらくレディーレイクに滞在するつもりだ。何か入れようなら遠慮なく言ってくれよね。うん、ありがとう。営業する前に馬車を何とかしてほしいんだけど。立派なナイフね。え、先、そっか、気が変わったらよろしく。立派なな。商談成立。毎度ありー。ほんとありがとう。何かあったらよろしくね。数日前、アリーシャ姫がここを通って都に戻ったらしい。俺も噂の騎士姫を見てみたかったよ。アリーシャ姫か。無事に都に着いたみたいで一安心だ。あの狐男は追いつけなかったらしいな。それにしても王家のものだったのか。まさかお姫様だったなんてね。姫が騎士、しかも遺跡に探索。どんな事情が。考えてもしょうがないよ。だね。あの狐男も町に入って、早くアリーシャに知らせてあげなきゃ。町に入る申請かな。うん、じゃあ。皆さん、ご迷惑をおかけしました。ちょうどいいタイミングだったな。レディーレイクにようこそ。そう、俺たちは通商所密売。やばい、それが、うん、しばらくね。うん、営業。数日前、
アリーシャ姫がここを通って都に戻ったらしい。アリーシャ無事あのマサキ姫が考えだね。早くアリーシャに知らせてあげなきゃ。町に入る申請。うん。お、皆さん。ちょうどいいタイミングだったな。レディレイクにようこそ。都か。なるほど、人間の町はこんな感じなのか。ちょっと圧倒されるな。だよな。さて、僕たちは観光に来たわけじゃない。まずはアリーシャを探すべきか、それともキツネ男からか。とりあえず町を回ってみようと思うんだ。情報集めだね。了解。兄さんどう、この服本物のシルク生地だよ。今なら860ガルド、お買い得だろ。へえ、安いんだ。失礼、奥。今だけのお買い得品だよ。さあさあ見ていきな。今日は売り物が安いよ。追い払った方がいいよな。どうやって露天商に襲いかかった暴漢として衛兵に捕まるのがオチさ。周りの人にとっては普通の人間なんだから。そっか。そろそろぶっ倒れな。あら、ハエが止まったのかと思ったぜ。ほら、すごいな。ああ、近づかない方がいい。
ってさえいなければ。ちょっと待っててな、後でちゃんと葬るから。ミクリオ、行くぞ。ああ、お前の好きにはさせないぞ、キツネ。あくまで邪魔するってか。強いんだよ。伊豆市ではジージの加護領域がこいつを弱体化させていたのかもしれない。なりこげになって後悔しな。そうミクリオ、今回はしっかり殺すぜ。雑魚のくせに俺の邪魔しやがったんだからね。違うんだ、トルヤ。これは。黙れ。お前たちは一体。三度は言わない。黙れ。ルナール、掟を忘れたか。次はない。いいな。行け。アリーシャ姫暗殺の依頼は手違いだった。もう我らが狙うことはない。信じろっていうのか。我らにも矜持がある。振り向くな。姫は何かと敵の多い身、暗殺も姫の排除を狙った手段の一つに過ぎない。我らへの詮索などに割く猶予はないぞ。姫が気がかりなら
聖剣の祭壇に急ぐんだな。なんでそんなことを教えるんだ。教授と言ったろ。一応お礼は言った方がいいのかな。ミクリオ、大丈夫か。ああ、一体何が。助けられたらしい、暗殺組織に。どういうこと。アリーシャを狙ったのは手違いだったみたいだ。キツネ男はそいつらに連れて行かれた。それよりアリーシャに別の危険が迫ってるみたい。みたいみたいって。しょうがないだろう。とにかく聖剣の祭壇に急がなきゃ。祭りを見たいなら表に回らないか。でも今お兄さん通ってきたよね。そりゃあ僕は運営に協力してるし。そういうことだ。ここは関係者以外立ち入り禁止だ。急いでるんだ、そこをなんとか。ダメだ。それとも関係者と示せると。あ、この紋章はアリーシャ姫のね。関係者でしょ。紛れもなく本物だ。どうぞ。ありがとう。待った待った、武器は預からせてもらう規則です。うん、わかった。せっかく入れたのに、ここからじゃ祭壇が見えないとか考えてる。つい。おい、ミクリオ。僕の特権だよ。ちぇ。おい、失礼。ちょっと見てくれ。お、ん。スレイ、アリーシャ。やはりスレイ、よくぞ都へ。姫、こちらは。彼がスレイです。ああ、辺境の遺跡で姫を救ったという。スレイ、こちらはマルトラン卿、今回の聖剣祭の実行委員長を務めてくださっている、そして私の槍術の師匠でもあるんだ。よろしく、スレイです。よろしく、スレイ殿。スレイ、都へはやはり剣の試練に。それだけじゃないんだ、実は。その怪しい一団の言うことは事実だ。私のことを心よく思わない者たちは多い。だが、それに臆するわけにはいかないんだ。けど、アリーシャ。ありがとう、スレイ。心遣い、本当に感謝する。もうすぐ聖剣祭最後の祭事、上演入刀が始まる。最後まで見ていってくれ。
あれが為政者の覚悟か。なんかすごいね。そうだ、それ剣の台座を見てくれ。え、うん。見えてないってことは天族なんだ。彼女と話せなきゃ剣は抜けないんだろ。普通の人じゃダメなわけだ。すっげえ、伝承は本当だったんだ。ミクリオ、声かけてみてよ。僕が？俺だとみんなに変な目で見られるだろ。しかしだな。人々よ、レディーレイクの人々よ、この数年皆が楽しみにしていた聖剣祭も世相を鑑みて慎んできた。だが今年はアリーシャ殿下のご理解と全面的な協力により開催する運びとなった。最近は異常気象や疫病、不作や隣国との政情不安など憂い事も多い。だがこんな時代だからこそ伝統ある祭事をおろそかにしてはならないと私は考える。さあ湖の乙女よ、その力を表したまえ。湖の乙女よ、我らの憂い、罪をその高き炎で浄化したまえ。レディーレイクの人々よ、この祭りを私たちの平和と繁栄の祈りとしよう。祈りが何だってんだ。これで俺たちの仕事が戻ってくるってのか。評議会が武具や作物の通商権を占有したのは戦争を追っ始めるためだろう。俺たちを野垂れ死にさせる気か。こんなもんは評議会の自己満足だ。俺たちはこんな小銀取りにはごまかされねえぞ。黙れ、祭りの邪魔をするな。やめないか。ふん、ざまにいろ貴様。王道はあの衛兵、大臣の仕業に間違いない。勢力争いに守るべき民を巻き込むとか、そこまで腐ったか。アリーシャ、それ危険だ。いけません、敵意に身を任せては氷河が生まれてしまう。氷河になったのか。人の邪神が汚れを、汚れが氷河の海。このままでは湖を乙女、なんとかできないのか。あなたは浄化の力を持ってるんだろう。天族、それにあなたは私は。ってことだ。ミクリオ、火を消してくれ。あの黒い炎は氷河と言っていい。僕になんとかできるのは普通の炎だけだぞ。わかった。本当に天族に…それ、まずいぞ。どんどん湧いてくる。浄化の力は私が振るうのでなく、この剣を引き抜き、私の剣となった者が操る力なの。それなら…スイ
ということは私を宿す器となり宿命を背負うということ。浄化の力を操り超人的な能力を得る代償に人に疎まれ心を打ちのめされることもあるでしょう。氷魔から人や天族を救うため苦渋の決断を迫られることも。それは想像を超えた孤独な戦いです。それが同志の宿命、それを今受け入れろっていうのか。そうですわ。だから君の名前を聞いてもいいかな。あ、はい、ライラです。ライラ、俺世界中の遺跡を探検したいんだ。古代の歴史には人と天族が幸せに暮らす知識が眠ってるって信じてるから。俺の夢は伝説の時代みたいに人と天族が幸せに暮らす方法を見つけること。氷魔を浄化することで人と天族を救えるなら、それは俺の追いかけてる夢とつながってるんじゃないかって思う。俺は同志になる。この身を君の器として捧げ宿命を背負う。私はずっと待っていました。汚れを生まない純粋で清らかな心を持ち、私の声が届く者が現れるのに。よし！アリシャ、下がってて。スレイ、氷魔は任せていいんだね。うん、残った火を頼む。行くぞ天狼派一刀両断。あっ、まだだ。
まだだ。まずは間に合う。行くぞ。中継。何？そんな。スレイ。スレイ、本当に。うん。俺、同志になったよ。静まれ！静まれ！バルトロ大臣。アリーシャ殿下、暴動が起きたと報告がありました。ええ、ですがもう収束しました。同志の出現によって。何ですと？レディー・レイクの人々よ、こたびの政権祭はこれにて幕とする。さあ皆さん、ご退場なされよ。立ち止まらないでください。さあ進んで、進んで。天下、後日天末を伺いたい。マルトラン教もよろしいか。私はあなたの中に戻りますね。あ、うん。俺が器だもんな。不思議な光景だよ。スレイ、どうした？私が入ったせいですね。ミッコミワンは高熱にうなされると思いますわ。どうして？体に入った異質な力を排除しようとする人の機能なのでしょう。天族に腰入れした人は大抵寝込んでしまいます。人が器になるとそうなるのか。やば、もうダメ。スレイ、大丈夫なのか？大丈夫くない。ちょっと3日ぐらい寝込むね。あいつ俺の姫様の貴様。スレイ、こっちのが事件だな。目が覚めた。おはようございます、スレイさん。おはよう、二人とも。気分はどう？うん、もう大丈夫。ここは？あれからどうなったんだ？ここはレディーレイクの宿屋です。アリーシャさんが手配してくださったんです。そして君は本当に三日三晩寝込んでた。そっか。スレイさん、ミクリオさん、少し街を歩きませんか？うん、いいよ。じゃあ、行こうか。目が覚めたのかい？よかった。あら、意外と若いのね。どうしたの？一躍有名人だな。そうですね。腹減ってるだろう、同志殿。すぐ支度するや。ありがとう、おじさん。けど、ちょっと出てくるよ。そうかい？じゃあ支度して待ってるとするや。お代は気にしなくていいからな。俺のおごりだよ。本当？ありがとう。じゃあ、ちょっと行ってくる。人はほとんどいないな。まだ早朝だからか。うん、どうかしたのか？うん、なんか変な感じがするんだよ。胸が押さえつけられるような。なんだって？まさかもう。スレイさん、それは汚れですわ。
私の器となったことで感じるようになって、私の力は早くも馴染んできている証ですわ。へえ、そうなんだ。けど汚れってこんなに。はい、人々が活動し始めるともっと汚れを感じると思いますわ。さあこちらへ。綺麗な湖だな。ああ、だけどこの湖の美しさとは裏腹に、レディレイクの街は汚れてしまっている。うん、俺も汚れを感じるようになって実感した。このままじゃいけないよ。ここレディレイクだけではなく、世界は確実に蝕まれていっています。このように美しい景色であっても、天族の加護がないことをなんとなく感じるでしょ。うん、伊豆地ではずっとジージの加護を感じてた。なのにここでは何も。ライラ、僕たちにただレディレイクの状態を再確認させたかったわけじゃないんだろう。大事な話があるんだね。お二人に改めてお伝えいたしますわ。同志のなすべき使命を。同志は人や天族に災厄を与える氷魔を浄化の力を操り沈めることができます。これこそが同志の力と言えますが、それをなすことが同志の使命とは言えませんわ。同志が沈めるべきは氷魔を生む汚れの源泉ともいえる存在、最下の剣士。最下の剣士。はい、私たちは古来よりそう呼び習わしていますの。どの時代でも多くの氷魔が跋扈する背景には、異常に汚れを持ち、その汚れで氷魔を生み出す最下の剣士が存在していたのです。最下の剣士は時に世界の在り方を大きく変えてしまいますわ。それほどの災厄をもたらすのです。待って、確か天意見聞録には200年ほど前から同志が現れなくなったって。その200年前にも未曾有の災厄が世界を襲ったとも記されてたな。まさか。分かったよライラ、その最下の剣士っていう汚れの大元みたいなやつを見つけ出し沈めるのが同志の使命なんだね。だけどそいつは一体どこにいるんだ。今は同志の使命を理解してくれればそれで十分ですわ。え？私はスレイさんに答えを導き出してほしいのです。後悔のないスレイさんの答えを。スレイさんのままで使命は忘れず、けれど縛られずに。俺の答え。そのためにスレイさん、最下の剣士が何をこの世界にもたらしているか、そしてこの世界で
人や天族がどのように生きているか、その目で確かめてほしいのです。確かに俺はまだこの世界のこと全然知らない。世界を旅していろいろ知って、その上で導き出した答えを持って最下の剣主に相対してほしいのです。うん、難しく考えることはないんじゃないか。要は世界を旅して回ればいいってことだろう。ですわ。とにかく飯、もう腹減りすぎて倒れそう。じゃあ宿に戻ろうか、スレイが倒れる前にね。はい。石碑か。世界中を旅したいなって思ってたけどさ、それがこんなにいろいろなこととつながってくのがなんか不思議だけど面白いよな。はぁ、スレイほど世間知らずな同士なんてきっと史上初だろうな。そっかな。ライラ、俺以外の同士ってどんな人だったの？聞いてませんでした。俺以外の同士ってどんな人だったの？聞いてませんでした。ライラ。はい。何か隠してる？今日はいい天気になりそうですわね。どうやら話したくないらしい。理由は聞いてもいいのか？私は自らに制約をかけ、それを守ることで他のものにない特別な力を発揮できるようになったのです。なのでその制約にのっとって禁じていることがあるんです。ライラは喋っちゃいけないことがあるってわけ？特別な力とは浄化の力のことだろ。あ、蝶々ですわ。ごまかすの下手すぎ。別にいいじゃないか。それを知るためにも世界中を旅するんだと思えば、各地で同志の伝承を追えば分かることか。はい、全くその通りです。君の他にも浄化の力を操る天族はいるのかい？早く宿に戻らないとお腹減ったスレイさんが倒れちゃうんですよね、確か。帰りましょう。もしかしたらすでにすっかり冷めちゃってるかもしれませんわ。戻るとしよう。ここは確か天意見聞録に